プロセッサー性は 25% グラツ力上昇傾向、衝撃っていうか、そのぐらいなんじゃないの、出力と、うん、あとサプチャーの温度、サプチャー温度がどう見るのかな、この2つのデータを示しして、ご了解いただく方がいいかな、うん、で、それを、うん、全体に把握してください。いいんです。あ、ごめんなさい。いつもオフサイトセンターにしてるだけ。筋体質と、うん、筋体質が、それを確認して、流していただければいいです。はい、お願いします。まだ上がってます。それで今、カムソの値から、ちょっとグラフで見ると、およそ露心損傷 25% のところのラインに乗ってるっていうことです。25%。はい、オフサイトセンターです。それ情報班に言ってばらまいてもらったわ。あ、どうも、さっきいただいた電話番号使われてませんって言われちゃったんだけど。うん、あ、それさっきの件伝わりました。あ、そうなの。そちらの方に連絡を入れたんですけど、その方に、方は自宅でもオフサイトセンターでもなくって、今福島第一の筋体数におります。はいはいはい、よろしくお願いします。あ、免震堂の筋体質ですね。はいはい、どうも。はい、すいません、斉藤さん、今カムスの数字の議論は何号機の話をされてたんでしょうか。3号機です。あ、3号ですか。はい、3号4時20分にカムスが生きて、今値を読み取ったところですね、25% の露心損傷のカーブに乗っているということです。はい、オフサイトセンターです。